どうす、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。今日は特別のレビューがあります。今日は、なんとか40ミリグレネードランチャーのお話。でもこれは特別40ミリのグレネードシェルだって、グレネードランチャーはグレネードシェルぐらい上等ですから、上等のシェルが持てないとグレネードランチャーは普通になります。今日はグレネードベルトの準備が設けと行動タイプを話します。まあ大体このシェルはやっぱり日本では存在あまりないですから、みんながよくわかるのシェルはシャワータイプですね。このいろいろの穴が開いてると真ん中にガスに入れて、それからボタンも押してね、まあ、このタイプはスピードローダーで超時間かかるですから、ダマねゆっくり入れて残りを捨ててガスに入れてと、それから使ってもいいでしょ。まあ、このグレネードはだって大体ジェネレーション1に言いましょうね。でこれタイプは私にちょっと古いの、初めてのタイプ、中にはガスに入ってと外はダマですけど、まあそれよりこの新しいの話したいのタイプはあまりやっぱり日本に存在ないけどアメリカにはまだちょっと人気ですから、このタイプはモルティパーパス、つまりジェン2とはいろいろできるのことと超使いやすい。これはプラグのタイプ、ちょっと普通のシャワータイプの逆ですね。このプラグには穴にダマに入れて50ダマ、この短いのタイプと長いタイプでもあるので、短いのタイプは50ダマにできます。それからプラグか普通のマスキングテープでも使ったら大丈夫です。このプラグは超柔らかい、でも最初にプラグに出すとあまり痛くない、ダマより痛くないですから。これはそれからダマに入ると同じのショットガンのパターンみたい、シャワーのタイプけど、ローディングはスピードローダーじゃなくてそのままで50ダマをブンしてキャップも閉めてと、ガスは後ろから握ります。じゃあこのタイプではちょっと開きましょうね。キャップブン。でこのタイプでは中には普通のは大体わかるですね。外にはダマあるとか、このタイプはこれはガスに入れて全部は小さい穴のでできます。真ん中はちゃんと普通の穴、使うの時はプラグに書くと外から真ん中にガスに入れてと、いろいろできるのことがあるんですけど、例えばまあ、最初にはキャップの、普通のキャップに使いましょうね。じゃあピンセット。ピンにセット、キャップ入れて、それからガスも、これはガス少ないけどまだ使います。ちゃんとリセットやってない、やっぱり。まあリセットがちょっと難しいけど、ペンが持ってない、ちょっと待って。グレネードを使うときは、ちょっと使いやすいはペンを押して、ちゃんとリセットは間違いないので。あれ？ああ、ちゃんと閉めてなかった。外から。リセット、OK。もう一回、キャップに入れて、ちゃんと閉めないと、ちょっとやばいですね。今回爆発なし。それから、音だけのテストをしましょうね。じゃあとりあえず使いやすいグレネードランチャーにとって一緒とグレネードも入れてね、閉めてそのままでパンチを、まあカメラのマイクがちょっと上等じゃないけど確かに音がすごくうるさい。ちょっとのね。それはキャップの力。普通のテープ使ったらそんなに音がないけど、まだ素晴らしい。それからまたピンリセット、ダマ入れて、プラグ、ガス、OK。また使います。このタイプはアメリカにはちゃんと安いけど、日本のは存在ないからシッピングがやっぱりちょっと高いですね。じゃあグレネードの話はそれだけです。これはセットので
これは6個のセットです。6個はちょうどいいね。もうこのベルトはやっぱりちょっと大きいね。よいしょ。ベルトにはこのタイプは12個できるんですけど、まあゲームは6個以上必要なれば確かに長いのゲームですね。でも6個があれば超使いやすいので、グレードランチャーは何でもかんでもいっぱい使います。この普通のシェルはリロードのいっぱい時間かかるから、それは確かに面倒ですね。もうこれで超使いやすい。全部を1ゲームを使ったら10分ぐらいのパン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 するとまたゲームが終わるから、次のゲームはあと10分と、それで3分ぐらい道路にできます。超早いので、それこれはおすすめのタイプでも日本にはあまり存在ないから、まあ軍人の友達いればもしかしてできるけど、確かにレビューがやりたかった超上等のやつ、確かにグレッツナイトの説明のグレネードです。このシャワータイプはあまり使わないと、まあ、リセットはいっぱい時間かかるので、これは最初に使って、プラグは消えやすいので、それでテープも使っても OK です。ではテープはやっぱりフィールドに、テープはゴミになるから必ずテープに後で取ってと捨ててください。では沖縄の島と日本はなんとか綺麗の野外に守ってください。じゃあそれではレビューは終了です。質問あればコメントでして、と後でなんとか答えを頑張っています。じゃあレビューはそのままで、それとこのグレネードはメイトリックスのなんだろうね、イーゴーフォース、アメリカの会社けど、これは買ったので、このラブコットでも見てこってけど、これはダマだけじゃなくての専用、いろいろできるので、例えばアメリカにはよくそのフォームのナフのフットボールみたいのやつに入れて、それはなんとかグレネードとロケットの感じる、まあアメリカの日本のルールはやっぱり違うので、これは普通のただガスに入れてとロケットにもランチャーに入れてと、それからバンカーに当たれたらバンカーの後ろの人はアウト、小さい部屋あれば窓に入ったらその部屋のみんなアウトのルールはアメリカにあるですから、まあ日本にはグレードはそんなに人気じゃないと、その HSE ガスとは LP ガス使えないとか、このグレードタイプはやっぱり CO2 なんとか近いのプレッシャーの使ってもいいですけど、確かに日本のフィールドはパワーオーバーですからアウト。じゃあおすすめのやつつまりですね、はい、じゃあレビュー終了です。皆さん見るでありがとうございます。また今度よろしくお願いします。次にゲームいきましょう。